かれこれ10年ぐらい前から、たった一人の反乱ということで、何を目指していたかと言いますと、私はずっとかつて、もう今防衛省になりましたけれども防衛庁に勤めていまして、当時から自衛隊を軍隊として機能させる日が早く来るといいなというふうに思ったんですけども、まあ、それを実現させたいということを考えて、まあ、役所を辞めて、選挙に立候補をしたりなんかもしたんですけども、その時もっと言いますか、その選挙に出ることにしたこともやはりその私と同じ考えの人があんまり周辺にも世間にもいないなということがあったからなんですけども、まあ選挙に落ちて、それから一人でそのブログを書き綴るようになってからも、その思いは変わりませんで、ずっとその一人ぼっちで戦っているような印象を自分では持っていたわけです。ところがその近年といいますか、その3年前と昨年なんですけども、いや実はその非常に強力な助っ人がいるんだということが分かったんですよね。で、一人は、まあ後でもう少し詳しくお話ししますけれども、習近平です。で、正しく言えば習近平というよりは、中国の当局が鄧小平以来、何かその日本の経済に大変関心を持って、この日本の高度成長にのようなことを中国でも実現したいと思って、やってきたんじゃないかというふうには見てたんですけども、その そういうことだけじゃなくてですね、そもそもその自衛隊を軍隊として機能させる、これは実は私は日本は戦後自らの意思でずっと米国の属国であり続けてきたというふうに思ってるんですけども、このその日本をがその自衛隊が軍隊として機能するということは再義務するということでありまして、それは日本の米国からの独立につながるというふうな兄を見て、それで、まあ、頑張ってきたということです。で、その中国が単にその日本の経済になって、日本のような高度経済成長を果たしたいというふうに思ってるだけじゃなくて、日本の、まさにその再軍備独立も願っているということを知ったのがその3年前だと、そういう意味です。で、その昨年というのは、これはその現在の天皇なんですね。で、これもより正しく言えば、昭和天皇とそれから現在の天皇のお二方です。で、これも後ほどもう少し詳しく言いますけども、この二つを総称してですね、私はそのものすごいことが起こっているというふうに思い、そういうふうに表現をしてきているところです。で、まあ、このことと関連しまして、私の今申し上げた問題意識そのものはずっと変わってないんですけども、この10年の間に私の世界像といいますか、今その世界がどうなっているのかということについての認識ですね、それは随分変わりました。で、この先ほど申し上げたそのものすごいことが起こっているということを私が今抱いているその最新のですね世界像に照らしてご説明をしたいというのが本日のお話の眼目です。
で、目次をご覧いただきたいんですけども、今総選挙が実質的にも始まってまして、皆さんご関心が高い方が多いとは思うんですけども、そんな中で随分悠長で難しい話をしようとしているもんだというふうに言われる方がいらっしゃるかもしれませんけども、まあ、最後まで私の話を聞いていただければ幸いです。なお率直に申し上げますけども、私自身、5、6年前にですね、今から私がする話を聞かされたとしたら、なんかこいつは頭がおかしいんじゃないかというふうに思った可能性、だって、否定できないと思うんですね。でもまあとにかく、私に言わせれば、その少なくとも私がこれからする話は、おおむね事実によって裏付けられているというふうに考えて、いますので、単に私のその勝手にその、自分の頭の中で考えたことを喋っているわけではないということをご承知いただきたいと思います。で、先ほどその習近平、も私と同じことを願っているというふうに言いましたけども、そのことに気づいたのはどういうことがきっかけだったかというお話をします。で、まあ、ご存知のようにその習近平は胡錦涛の後を継いで、中国の最高指導者になったんですけども、もうその最高指導者に、形式的になる前に無実質的には、彼がその後継に指名されたことがはっきり、した時期以降ですね、まあ、その明らかにさまざまな意味で習近平色といいますか、そういったものが出たその内外政策が打ち出され始めたんですね。それはその私だけじゃなくて、多くの人が気がついていたところであります。ただその、一般の人があまりその気がついていなくて指摘してないことなんですけども、私が初めてその習近平が実質的にその最高指導者に なったあるいはなりつつあった頃に大きな変化として、感じ取ったのが、中国の官製メディア、人民日報、私はその中国語が読めませんので、組むのはその、その電子版の人民網の、しかも日本語版なんですけども、まあ、それをずっとこの10年来読んできてるんですね。それで、2012年の初め頃に、それまでその見たことのない記事が散見されるようになったんです。で、それはもう簡単に言ってしまえば日本をベタ褒めする記事なんですね。で、まあ、そんなその記事は目にしたことはないもんだから非常に注目をした記憶があります。で、それは続いたんですけども、一体それはそのどういう意味があるんだろうかということはその時以来ずっと考え、始めたんですね。まあ、ところでその、そういったその、日本メタボメ記事なんですけども、その後、このサーチナというその媒体、まあ、サーチナに限らないと思いますけども、まあ、一応その日本の媒体ということになってますけども、そういったその媒体を通じて、この中国で
この日本あのベタ褒め、記事あるいはベタ褒めの話題が随分出てるよということを、もちろん日本語でですけれども、この配信するようになったんですね。で、それも私は注目して、その人民網だけじゃなくてサーチなんかも読むようにしました。とは言ってもそれはその比較的最近のことなんですけども、おそらくサーチな等を使って、そういうその日本国内でのそういう中国での動きの周知活動といいますか、宣伝活動というものはこのずっと前から始まっていたんだろうというふうに思います。で、その決定的に私の認識を改めさせることが起こったのが、その尖閣列島をめぐるその日中間の圧力なんですね。日中間の圧力と言いましても、まあ、当然のことながら尖閣諸島の領有権をめぐっては日中間に昔からその紛争といいますか、論争はあったわけですけれども、まあ非常にその抑制されたその論争紛争で推移してきたわけです。ところがその2012年9月に野田政権が、尖閣諸島、まあ、全部じゃありませんけども、その、の国有化をやったんですね。でその時に、事前に、中国当局に、話をして、この慎太郎さんの動き等々、あるいはその、放置していくとその誰かその第三者の手に島が渡ってしまうかもしれない等々の事情も説明して、国有化以外に、このむしろその、問題を大きくしない方法はないということをルール説明していて、先方もそれに納得をするかのような様子を見せていたにもかかわらず、実際にその国有化を行ってみるとですね、非常に強硬に反発して、その後その、海上警察とか軍まで繰り出したその対日攻勢を習近平はかけてきたわけです。で、これもその一般のマスコミを含めて日本では、非常にその何て言いますか、その憤りと警戒心を持って受け止められるばかりだったんですけれども、まあ、防衛庁に長くいて、それなりにその中国の軍事能力についても知る機会があった私から見るとですね、とんでもなくこれはそのリスキーなことを習近平がやってるなという印象を受けたわけです。まあそのすでに当時も私が役所を辞めてから10年以上経ってましたから、その間その中国の経済力もものすごく伸びて、それに伴って軍事能力も極めてその強化されてきているということはもちろん知っておりましたけれども、しかしそのこの兵士の連動等も含めたまあ、いろんなノウハウ等も含めたその総合的な能力というものがそう一朝一夕に急速に高まるものではないということも分かっていましたので、そうするとその自衛隊の能力、まあ、連動含めた総合的な意味での能力、まあ、その背後にその日米安保条約に基づいて米軍も控えているわけですけれども、ああいうその抗議の軍事力を使った挑発というものが、まあ、その偶発的な衝突ということだって理論上は排除できないわけで、そうなったときに、中国側が圧倒的な不利なことになって、ひどい目に遭うことは目に見えてい
るはずなのにですね、そういうことをなぜやってくるのかということを非常に不思議に思ったわけです。で、そうするとその、そんなことが分かってないはずはない、まあ、特にその習近平はこの、軍事に関わるポストに就いたこともあってですね、そのそれはまあ東条兵に至るその、文字通りあの戦火をくぐり抜けて、この権力の座に就いたそういう世代 とはいくらぐらいにならないとはいえ、その後 その一連の最高指導者に比べれば軍事についても明るいはずなので、 その、そういうことがわからないはずはないのに、何のためにそういったあの危険なことをやってきたんだろうかという、そういう疑問なんですで、で私はそのこのもともとその中国共産党っていうのは、それこ その何もないところから謀略だけで、権力の座についたような政党で、まあ、その政党が あのずっとその戦後中国の権力の座にあるわけですけども、そのこれも そういう意味での謀略じゃないのかと、つまりその日本を再軍備させて、米国から独立させるという目的のもとにやっている一種の暴力じゃないかというそういうその仮説を立てたんですね。でそういうその仮説を立てて、いろいろその物事その後の動きも含めて見ていくと、それがだんだん私にとって確信に変わっていったんです。でそのアイゼン越してっていうか、その尖閣をめぐる軍事構成もややその先行するんですけども、2011年からその急にその南シナ海での実効支配強化の動きを始めたんですね。そのこれもその習近平で、これもですからその合わせて考えてみると、その私の今申し上げた仮説と符合するんですよね。ちなみにその、この今申し上げた仮説と同じ仮説といいますか結論に、そのフィリピンとかそれからベトナム当局も達していると思われる節があります。というのは南シナ海実効支配強化を始めてからあのしばらくの間は、この両国も含めこの関係諸国はかなりその警戒心を高め、このがなり立てたものなんですけども、最近は両国とも大変おとなしくなって、ますよね。まあ、日本ではその私の言ったような仮説結論に達している人があまりこの依然としてその、見受けられないんだけれども、どうもその周辺諸国は私と同じような見方をしつつあるのではないかというふうに思われる節があります。でこの南シナ海での実効支配強化もこの対日戦略の一環だろうという私のその仮説結論が裏付けられたわけじゃないんですけども、そのこれは多分この口が滑ったのと思うけれども、一度だけその、中国当局が、それを、その認めたかのような、ことを言ったことがあるんですね。それが、その2014年、にシンガポールで、この国際会議が開かれたときに、この中国側代表の中国軍の副総参謀長がですね、のうん、要するにその、に米国がその会議に出てたその米国はこの非難したのに、日本の方はやんわりとしたその名指しを避けたその批判メーター原理にとどめたわけですね。それにその噛みついてきたわけです。その日本はおかしいと。
でそれはその要するにその単純な話、その何のためにその俺たちが頑張ってその、南シナ海での、での構成って言いますかね、いやその尖閣での構成をかけているのかどうして分かってくれないんだっていうもどかしさの、表明であったんじゃないかというふうに私は読んでいます。なおそのこれは後でそのさらにこの話をしますけども、その今その中国は日本 の、 その高度成長の秘密をその読み解いて、なんとかその中国でも高度成長を実現したい、まあ、それはその成功したわけですけども、だけじゃなくて日本の文明の全体をその移植しようとしているというのが私の見方なわけなんですけども、そういったその中国が今やっている壮大なその実験みたいな戦略をですね、米国を中心とする欧米から、まあ、日本はもちろんその今はその米国の独国ですからその中に入っているわけですけども、からその秘匿するためにも役立っているわけです。そんな要するにその、軍事力をちらつかして脅迫するような国が実は日本を尊敬してて、その日本を丸ごとその真似しようとしているなんてのは普通その誰も考えませんからね。さて、以上この申し上げてきたことを理解するためには、実はその明治維新以来の東アジア史を振り返る必要があるんです。でその明治維新以来の東アジア史と言いますとその中でそのまあそのへそに当たるところに大東亜戦争があったわけで、この、あえてこの大東亜戦争という言葉を使わせてもらいます。というのはその第二次大戦と言ってもそぐわないし、ということですね。それから太平洋戦争っていうのもなんかそのおかしい、そのインドにまで及んだ戦争は太平洋戦争とは言い切れないだろうということがあって大東亜戦争という言葉を使いますけども、この一般にといいますか、その一般にだけじゃなくて、ひょっとしたら私以外をというふうに言った方がいいのかな、その、日本は大東亜戦争に敗れたことになってますけども、それはおかしいんですよね。というのは戦争の勝敗というのは、戦争に、まあ、負けたか勝ったか、あるいはその戦争が休戦に終わったかというようなこととは関係なく、その戦争目的を達成したかどうかがメルクマールになるはずです。で、これはそのこの引き分けに終わったケースなんですけど、ベトナム戦争のことを思い出していただくとよくわかるんですけども、ベトナム戦争は形の上では1973年に引き分けで終わったことになってるんですけども、その2年後にその南北ベトナムの再統一が なっています。この要はこの北のベトナムによって南ベトナムが併合されたわけですね。でこのまさに それを目的として北ベトナムは南ベトナムおよびその米軍だけじゃなくてその
韓国軍等も参加はしてましたけど、まあ、基本的にはその南ベトナムと米国を相手に北ベトナムが戦っていたのは南北ベトナムの再統一でしたから、北ベトナムがこのベトナム戦争に勝利したということになるわけです。それは明白だと思いますよね。で同じ考え方でいくと、日本はその3つの目的でもって大東亜戦争を戦ったというふうに私は見ておりまして、この3つがどこに書いてあるのかという思われる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、それを説明していきますとまたその非常に時間がかかるので、そこはそのはしょることとして、この3つということで、そんなにその異論はないんじゃないかと思うんですね。で、この3つに関して全て日本は目的を達成しているわけです。で、最初にその目的をが実現したのがそのブロック経済の打破だったんですね。で、それはその1944年の大西洋憲章でもって米国と英国がこの世界に向けて宣言をしてるんですね。自由貿易にしますということですね。で、まあ、で要するにその敵対的なその経済行動は取らないと、で協力をしなきゃいけないんだということを、でそうしますという宣言をしたんですね。それでもって達成されたということになります。それで、もう一つ、これはその、このメインの目的じゃなくて副次的な目的なんですけども、アジアの解放ということも掲げて日本は戦ったんですけども、これはこの、インド亜大陸が独立をさせずすることによって、実現をしますけれども、それはさっきそのベトナム戦争も戦争が終わってから北ベトナムはその目的を達成したのと同じであって、この戦争が終わってから達成されたからといってその戦争目的を達成しなかったことにはならないわけ です。それで、このアジアの解放については実質的に達成したのはその1945年のインパール作戦でありまして、インパール作戦にその作戦そのものは日本の敗北に終わったんですけども、その作戦目的は達成したわけですね。というのはこれ別にその変なそのレトリックを使ってるわけじゃなくて実際そうなんでして、そのインド国民軍っていうのを、まあ、日本軍が作ったといえば作ったんだけれども、彼らの、 そのインド国民軍に結集したインド人たちの自発的意思で日本軍と一緒に行動を共にしてインパール作戦を戦って、まあ、彼らも含めてその作戦には敗れたんだけども、そのインドの血を彼らが、まあ、短期間 でもあれ踏んで、このその分を、まあ、解放したわけだけれども、そういうことがあったもんだから、そのインパクトでその、戦争が終わってからインドは速やかに、このドクルスと達成したわけです。で、そのインド亜大陸というのは英連邦じゃなくてその大英帝国の、この非白人植民地の中心的存在で、人口的にその大部分を占めていたわけで、インド亜大陸の解放独立がなったことによって、その後のアジア全体のこの英国からだけじゃなくて、その他の
欧米諸国からの独立、さらにはそのアフリカ諸国の独立も約束されたも同然であったわけです。で、この私のこのしている話は、このそのほとんどがですね、単にその、書いたものを通じて、その得た知識をこうなんて言いますかね、その継ぎはぎして皆さんにご披露してるっていうわけではなくて、それも大事なことは、このほとんど私が申し上げている大部分のことは、実際に私がその現地を見たり、その現地の人たちと話をしたりしたことがこのを踏まえてその申し上げているということなんです。で、おかげさまで私小さい時からその外国経験が豊富でありまして、まあ、帰国子女の走りでもあるんだけれども、役所に入ってからも留学を2回させてもらいましたし、何度か、海外出張もしてます。そういうこともあって、またその役所を辞めてからも中国に行ったりなんかもしてますけれども、そういう時の経験を踏まえてこの私の話の仮説なりその結論なりが導き出されているということなんですね。で、このインドの独立についてもこの細かくは申し上げませんけれども、そういう体験がベースになっています。で、この最後にその実現した、要するにその3つの目的のうち最後に実現したのが大東亜戦争の主目的であった対ソ、対ロと言ってもいいんですけど、その対ロシア抑止の実現なんですね。抑止の実現っていうことは、その当該国の、攻撃をさせない、その当該国に領土拡大をさせない、自分 の, その勢力圏や自分の領土を奪われないと、そういうことが抑止ですけども、その抑止の体制を作ることが、そのまさにその幕末以来の日本の国家戦略、対外国家戦略の基本であったわけで、それは大東亜戦争においても変わりはありませんでした。で、これは実にその明白なことであってですね、その、もうそれこ そ, その日本政府が日中戦争の頃からたびたびそれが目的であることを声明を出してきています。で、これが表現的なですね、その米国の横やりによって明日を救われて無に帰したいかのようにこの見えたわけですけれども、実はそうではなくて、日本が戦っていたのは蒋介石の中国国民党政権でありまして、その中国国民党政権がソ連と通じていて、まあ、実質的にはだからそのソ連とその大東亜戦争中に戦ったというのはその末期のソ連の、まあ、その軍事介入の時だけなんですけども、実質的にはずっとその大東亜戦争中、日本とソ連はその、中国国民党政権を通じて戦い続けてきたということであって、その戦いは中国共産党が中国での権力を掌握することによって中国共産党によって事後引き継がれることになったわけで、そういう意味で日本は成功したんですね。で、成功をもたらしたのが、これまた同じく1944年に断行された中国大陸における日本軍の大陸脱作戦であったわけです。この大陸脱作戦に日本は大勝利を挙げて、中国国民党 政権はほぼそれで死に体になったんですね。
このおそらくそのですからその終戦がなければ、この中国国民党政権は完全に潰れていたはずです。 でもまあその潰れる寸前まで行っていたので、その後のその、国境内戦においては、初期こ その、共産党側がやや不利に見えた時期もあるんだけども、基本的にはそのずっと押し気味で推移し、最後は、中国国民党政権を台湾にその叩き出して、中国共産党政権が樹立されたということでありまして、これは日本の勝利なんですね。でこれも 何もさ、だから敵の敵はそのどうのこうのっていうそういう話ではなくて、実際問題として、いろんな形で、日本軍と中国共産党はこの協力しながら密かにですよ、この戦争を戦ったというこの事実があります。で、これもう一つありまして、その、まあ、戦後日本はその 米国に占領されたか、これその形式的にはその連合国に占領されたんだけれども、まあ、実質的には米国に占領されたわけで、でそういうその大層最前線の日本を占領したことを通じて、米国はそもそも、その戦争末期においてはもう実質的に冷戦が始まりかけていたわけですけれども、それがその促進されることになります。そしてその、旧日本領であった朝鮮半島で朝鮮戦争が勃発した瞬間に、この、米ソ冷戦が本格化して、結局その、米国は日本がそれまで、この明治、幕末以来追求してきた大ソ括弧大ロですけども、抑止政策を東アジアにおいて、さらにはその世界において肩代わりをして、いくことになるというか、肩代わりをさせられる羽目になって、その後その冷戦をずっと戦っていくことになるわけです。ですからそういう意味でも、だから1950年までにその大東亜戦争の最大の目的を日本は達成したということになるわけです。ですからその終戦というものは言い方がおかしいという議論をする人が昔からいますけれども、その敗戦と言っちゃ間違いなんで、終戦としか形容しようがないんですよね、ということです。で、まあ、これはまあどうでも言ってばどうでもいいんですけども、実はそのこういうことであったっていうのは、当時 その多く その日本人にとってはその周知のことであった可能性が高いというふうに私は考えています。特にそのうーん、戦争が終わって、外地から引き上げてきたあの陸軍関係者にとってはそうだったんじゃないかというふうに想像しています。にもかかわらずその陸軍が一手にその何て言いますかね、その汚名を引き受ける感じで、あまりその抗弁もせずに沈黙を持ったまま、もうほぼその当時の関係者はその全員お亡くなりになったわけだけれども、それはその見事だと形容すべきなのか、その不思議だと言うべきなのかよくわからないんですけれども、とにかくそういうこともですから、その、この日本の、敗れたふりをして、実はその、勝利の果実を確実にそのものにするという、そういう戦略を成功させることに寄与したのではないかというふうに思っています。さて、
この、そもそもそのなんでその米国がその日本がやっていたその大宗抑止のための戦争に、くちばしを入れてきて、さらに介入をしてきたのか、この、日米戦争は日本が、真珠湾、攻撃をして、始まったことになってますけども、それはその、真っ赤な嘘でありまして、もうすでにそれまでにその米国はその米軍兵士をこの蒋介石軍に送り込んで、またその兵器もその送り込んだ軍人にその持たせる形でこの日中戦争に介入してたんですね。ですからその要するに国際法的にはもうその米国は日本に対して開戦をしてたわけでありまして、この米国側が開戦したものに対して真珠湾攻撃というのは単なるその反撃をしただけの話であります。でそのなんでそんなそのこの無意味な愚かなその、介入攻撃を米国がやったのかということは、これはまた簡単な話 でして、米国はそのナチスよりもひどいそのファシスト国家であったということなんですね。でそういうその認識を誰もっていうかその、少なくともその日本人では持ってない人が大部分なもんだから話がおかしくなってるんだけれども、このまあ、このファシスト国家っていうのがそのいろんな定義があって、その、その定義自体でもいろんな争いがあって、あの、まあ、いう浮気付きの言葉ではあるんですけども、私の定義はですね、ファシスト国家っていうのは人種主義に基づいて自国の領土や勢力圏の拡大を図る国家のことを指すという、そういう定義が一番いいと思ってそれを採用していますが、そういう意味で言うと、そのドイツは一時期そのファシスト国家になっただけですけれども、米国はこの建国以来ファシスト国家であり続けて現在もそうなんですね。でトランプがそのファシストみたいだって言われてますけども、いやトランプはそうなんじゃなくて、そもそもその米国っていうのはファシスト国家なんです。でこのなんでそんなことを言えるかと言いますと、その、あの米国は英本国から独立をしたわけですよね。で独立のした時にそのビジレイクを並べ立てて、独立宣言なりその後その米国憲法を作ってたりなんかしていますけれども、その独立したその真の理由というのは、本国が、奴隷制、の維持に否定的なその姿勢を見せ始めたことで、この北米植民地における奴隷制の維持が近い将来困難になりそうだという、そういう見通しが出てきたということが第一点ですね。でもう一点はその、英本国はこの北米植民地に入植した人々に比べると、アメリカ原住民に対してよりその優しい眼差しを持っていたと、これ相対的な話ですけどね。ですからその、勝手にそのアメリカの原住民、まあ、インディアンですけども、から土地をその取り入れたりなんかしないように、そのアパラチア山脈から西にはそのあの入るなという、そういう政策を、取り始めたんですね。それに、強く反発したというのが第二の理由です。でその他その、国際貿易をめぐる利権とかいうようなことがあって、これはまあそのどっちもどっちといえばどっちなんですけども、要するに最大の理由2つが人種主義的な理由だったということです、ある程度には。でその人種主義というのがその金の話とその裏腹の関係にあったと、
つまりその奴隷はその安く労働力が使えるからメリットがあると。それからそのインディアンの土地はそのインディアンを迫害して追い出してその乗っ取ればほとんどタダで手に入るわけですから、それも得になると。そういうそのためにまさに独立したということで、その、後に輝いたビジレイクはもちろんなんですけど、当時口にしていたその、例えば急にその、税金を増やしたとかなんとかっていうのはその全部その実はそのデタラメに近い話であって、英本国が引き上げて思った税金の水準ですらですね、その英本国の税金の水準に比べればはるかに低かったわけでありまして、それもですからその北米この植民地を守るためにこのこれそのちょっと前までそのカナダにそのフランスの勢力が強くあったわけで、だからフランスからの脅威にその直面してその北米植民地を守ってやるために費やした軍費がかさんだもんだから、少しはだから負担してくれと言って税金を課そうとしたのに言いがかりをつけて、その言いがかりをなぜつけたかというと、まさにそのさっき申し上げたような人種主義的なものすごくそのエゴ丸出しのそういうその魂胆があったから言いがかりをつけて、それで無理やり独立に持っていったわけです。でそれ以降もですから、その一貫してそういう形でそのどんどんその、北米大陸でもって領土拡張して、さらにそのやはり、人種主義の対象、差別の対象であった、そのメキシコ人たちが住んでいたメキシコから領土を大幅に奪って、これも全く理屈にならない理屈でもってこの一方的にその略奪をする形で領土を併合して、その現在に至っているわけです。で その後そのどうしてじゃあその海外にどんどんその英本国のようにこの植民地を増やせなかったかといえば、それはその筋金入りの人種主義者だった米国人がそのあまりの領土を増やしすぎると現地の人間が流入してくる、あるいは現地に行ったその米国人と現地人とがこの混血してしまうと。でだからやってきても混血するし、行っても混血して、その結果米国が白人の国ではなくなる恐れがあるから、だからその領土併合はやめようということにした、それだけのことですけれども、しかしそれに代わってその勢力圏を拡大したいというそういう野望はあったもんだから、軍事基地をその、借りたり分取ったりして設けるということにとどめる形で その海外進出に切り替えたわけですね。でそういうことですから、その米国内ではその黒人やその中国人、日本人を含めたその有色人種に対する差別というものは制度化されたそのひどいものでありまして、それはその第二次大戦後も長く続いたんですよね。でそれまあ徐々にそういうその制度的な差別というものはなくさざるを得なくなってきて、なくしてはいるんだけれども、しかし実質的な差別がなくなったわけではありません。それは今のトランプ政権下の米国の状況を見てもよくわかると思います。で、そういう目でもって中国は米国のことを見ていることは間違いありません。で、この中国の人々にとってですね、その米国の人種主義にこの出会った時の衝撃というものは、日本人がそうであった時に比べてはるかに大きかったはずです。というのはよくご承知のように、中国というのはアジアの、その中心
意識を持っていて、最もそのあのアジアの中で、進んだその社会であると、自分たちの社会はという意識、この中華意識ですね、それを持っていたわけです。でその中華意識を持って世界に冠たる中国人だと思っている自分たちが、全く黒人とかですねなんかと同じレベルでもって、この差別され迫害されるという、その衝撃っていうものは凄まじいものがあったはずであって、ですからその日本では私のような米国観というのはこのごくその少数かもしれないけれども、中国、特にその中国共産党の、この上層部の人々にとってはこの常識に近いんだろうというふうに私は思っているわけです。で、この昭和天皇はその、まさにその日本人に対してもその差別を制度化した、要するにその日本人移民を実質的に禁じた法律を米国が制定した1924年、それが大東亜戦争のその延元であるという認識をはっきりとおっしゃっています。